今回戦う恐竜の登場だ。どの恐竜が戦いに勝ち残るか予想してみよう。まずはそれぞれの恐竜について特徴を詳しく見ていこう。Entry number one. トリケラトプスは頭に3メートルの角を持つ巨大草食恐竜だ。3本の角を前に出し、突進して相手を貫く首の周りについているフリルと呼ばれる襟で急所への攻撃から身を守る。 Entry number two. カルノタウルスは頭に角を持つ肉食恐竜だ。相手を口で捕らえ地面に叩きつけるのが必殺技だ。2本の足で立つバランス感覚のいい恐竜だ。 Entry number 3. アンキロサウルスは背中に鎧のような皮膚、尻尾に硬いハンマーを持つ草食恐竜だ。尻尾のハンマーを武器に大型恐竜もやっつけるぞ。 Entry number 4.プルスサウルスは800万年前に存在したワニの一種だ。必殺技は長い尻尾で相手を打つテールヒットと、噛みついた後回転して相手をねじ曲げるデスロールだ。どの恐竜が戦いに勝つか予想できたかな。試合開始まであと5秒だ。それでは試合を見てみよう。Ready. Fight.動画の配信を見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。また見てね。